皆さんこんにちは。今日はフォックスエイリアンさんからご提供いただいた CNC 彫刻機をレビューしていきます。この機械は平面、立体、彫刻加工などができる機械で、前から気になっていた機械なので使うのがとても楽しみです。箱の中身はこんな感じで、細かい部分はほぼ組み上がっているので組み立てにそこまで時間はかからなそうです。説明書を見ながら早速組み立てていきたいと思います。完成サイズが70センチあってかなり大型の機械なので、押し入れを加工部屋にしちゃうのも良さそうです。完成してから気づいたんですが、 USB に入っている動画がかなり分かりやすいので、こちらを見ながら作業した方がいいかと思います。配線にはタグがついていて、ネジはしっかり仕分けられているので、工作機械を作ったことない人にも難しくないと思います。作業範囲が 40cm×40cm、 高さが 6cm まで対応していて、こういった入門機では最大級の作業範囲です。可動部分の構成は X 軸、Y 軸ともにタイミングベルトとナイロンローラーの組み合わせなので、ちょっと頼りない印象ですが、Z 軸にはリニアレールと台形ネジが使われているので、がっちりとした本格的な作りです。ガタつきもなく剛性もしっかりしているので、この値段帯ではかなりいい方だと思います。コントロールボックスには電源の他に緊急停止ボタンとホームボタンがついていて、付属のスピンドルの他に 300W のスピンドルと 10W のレーザーに対応しています。エンドミルは8分の1インチに対応していて、彫刻用の先の尖ったタイプが10本付属しています。奥まで差し込んだ方が刃がぶれず安定して加工できると聞いたのですが、これが結構硬くてなかなか刺さりません。2本のスパナでしっかり締めれば刃の取り付けが完了です。材料を固定するクランプは4つついていて、最低でも3箇所で固定する必要があるみたいです。次は刃の高さを調整していきます。 Z プローブと言われるものがついていて、ボタン1つで調整完了です。まずは USB に入っていたテスト彫刻のデータをやっていきます。ゴーグルをつけて離れながら見ていましたが、完全に重装備でした。振動もなく音も静かなので、これなら家の中でやっても安心です。思っていたのとはちょっと違いますが、綺麗に彫刻できました。 Amazon でフラットエンドミルというものを買ってみたので、次はこちらで彫刻していきたいと思います。どのくらいの深さ、速さで加工できるのか見てみたかったので、少しずつ条件が厳しくなるようなデータを作って加工しています。一度に深く削るとささくれが出てしまいますが、穴自体はきれいに仕上がっているので、粗削りならこれでも良さそうです。次はアルミ加工に挑戦してみます。家庭用 CNC ではアルミが削れればかなりいい方みたいなので、すごく優秀な機械だと思います。削り跡がちょっと気になりますが、無事加工できました。次は真鍮に挑戦してみます。アルミよりも何倍も加工しにくい素材みたいですが、今のところ問題なさそうです。
ちょっと深く削ると音と振動がし始めました。これ以上はやばそうだったので緊急停止しました。このモーターではアルミが限界みたいですね。大きなスピンドルを固定できるクランプが付属しているので、こちらに木工用のトリマーを取り付けていきます。トリマーは回転数が速くてパワーがあるのが利点ですが、音がうるさいのと風でゴミを撒き散らすのが欠点です。トリマー用に軸の太さが6ミリのエンドミルを買ったので、先ほどと同じデータで真鍮にリベンジしていきたいと思います。モーターを交換するだけでしっかり削れるようになりました。設定を煮詰める必要はありますが、真鍮もいけます。騒音と粉塵対策のためにベニヤで作った箱に入れて、 3D CAD で作ったデータを削っていきます。まずは荒削り加工で3ミリずつ掘り進めていきます。作業音は掃除機より静かな65シベルくらいで、隣の部屋にいれば気にならないレベルです。木くずがすごいことになっていたので一時停止して清掃しています。ローラーとレールの間にゴミが挟まるとずれて失敗の原因にもなるので、こまめに清掃したいところですが、再開してしばらくすると操作不能に陥ります。こういう仕様なのか使い方が悪いのかは分かりませんが、一時停止できないのはかなりの痛手です。そんな時に役に立つのがオプション品の集塵機で、ゴミを撒き散らすことなくサイクロンと3つのフィルターで空気をきれいにしてくれるみたいです。価格はやや高めですが、コンパクトで高性能なのでできれば使用してみたいオプション品です。30分ぐらいで荒削りは終わりました。次は先端の丸いエンドミルに交換して仕上げ加工を行っていきます。この仕上げ加工は間隔を狭くすればするほど綺麗に仕上げることができますが、その分時間がかかってしまうので粗めに終わらせてヤスリで仕上げていこうと思います。1時間ほどで加工が終わりました。データ上だと 0.3 ミリの凹凸となっていたので大したことないと思っていましたが、実際の 0.3 ミリは結構デコボコしています。そしてエンドミルも焦げているので、設定すべてが合っていなかったんだと思います。多少うまくいってないところもありますが、初めての作品としては100点満点です。次はレーザー彫刻をしていきます。手持ちにぴったりはまるのがあったので他社製品を使っていますが、相性の問題があるので純正品を買うのが間違いなさそうです。レーザーモジュールの他には配線を1本つなぐだけなので数分で取り付けができました。レーザー専用機と比べて速度は出せませんが、彫刻自体はとても綺麗にできています。切断するときにはエアーポンプとハニカムパネルを使わないとヤニが飛び散って汚くなってしまうので、準備の手間を考えると彫刻専用機として使っていくのが良さそうです。
最後は今回使用した2つのソフトを紹介します。1つ目のソフトは Fusion 360。 3DCAD と言われる立体データを作るソフトで、個人だと無料で使うことができます。簡単な形なら平面図を書いて押したり引いたりすることで立体データを作ることができますが、曲線を多用している形になるととても難しくなります。この形状は1時間ほどの勉強で作れるようになりましたが、こっちは丸1日勉強してやっと作れたという感じです。 3D モデルが出来上がったら、次はどのように削っていくかの設定になるのですが、これがまた難しく、とても時間がかかりました。専門用語が多すぎて何の設定をしているのかもわからない状態でしたが、詳細説明とプレビュー機能があるので2日ほどアーダコーダしてれば使えるようになりました。2つ目のソフトは CNCJS。 Fusion で作ったデータを CNC に送るためのソフトで、似たようなソフトがいろいろある中で一番これが高性能みたいです。日本語にも対応しているので、とても使いやすいソフトだと思います。今回使用した FOX Alien のマスタープロは剛性が高いので、木材だけじゃなくアルミ、真鍮も加工できました。加工範囲が広く、レーザーも使えるので、ものづくりが趣味の方には最適な一台だと思います。 Amazon では300近い評価がついていて、星 4.2 なのも納得です。FOX Alien さんはこの他にもいろいろな種類の CNC を作っていて、今回使った入門機や小型でがっちりとした機種、超本格的な機種まで幅広く揃っています。2万人超えの Facebook コミュニティもあって、海外ではかなり有名みたいです。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。今後はさらに一歩踏み込んだ使い方や調整方法などを動画に上げていきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。